はい、整体院カズ院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今回はですね、私の治療技術セミナーの KTR テクニックセミナーの全課程を修了された先生がいらっしゃいますので、こちらでご紹介させていただければと思います。では簡単に自己紹介からお願いします。はい、横浜市青葉区、青葉台で公平鍼灸接骨院をやってます渡辺公平と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こちらにいらっしゃるですね、渡辺先生ですね、私の治療技術セミナーの KTR テクニックセミナーの全課程を終了されましたので、このような証明書発行させていただきました。こちらでですね、読み上げさせていただいて授与させていただければと思います。渡辺公平殿、貴殿は KTR テクニックインストラクター養成講座を受講され、キネティックトリガーポイントリリーステクニックのインストラクターとしての理論実技の全課程を終了されました。ここに KTR テクニックインストラクターとして認定しましたことを証明します。令和2年7月16日 KTR テクニック協会代表迫田和也、お疲れ様でした。おめでとうございます。はい、ということでですね、今回渡辺先生は私の治療技術セミナーの全課程を修了されたということなんですけども、この動画をご覧になっていただいている横浜市青葉区青葉台で腰痛でお悩みの方に対して、渡辺先生から一言メッセージをいただけますでしょうか。はい、渡辺公平です。私は整形外科を少しちょっと長く勤めてまして、それから接骨院を開業したんですけど、接骨院でどうしても長く通われる方がいたりとか、痛みに慣れてしまう方がいたんですね。で、痛みに慣れてしまうと、もうそこで治療を諦めたりとか、もうこれ以上良くならないなって考えている方が多いんですけど、それをどうにかしたいなと思ってた時に、迫田先生のこちらの KTR テクニックの方に出会って、縁があって学ばさせていただいて、受けさせてもらって今回に至ってます。はい、で、諦めないでやっていただければ、必ず腰痛というのは普通に治っていくものなので、しっかりと見ていきますので、青葉台に近くの方はいらしてください。はい、そうですね、やっぱりその整形外科的疾患と、まあ、私たちが見させていただく慢性的な疾患ってやっぱりちょっとこう別というか、はい、まあ、怪我をしたことに関しては、まあ、自然治癒力っていう形で傷は癒えていきますけども、このような腰痛だったりとか、まあ、肩こりだったりとか、そういったものっていうのは、まあ、生活習慣において慢性疾患という形で積み重なって痛みが出てしまうというところなので、ほっとけば良くなるっていうものではないですよね。なのでしっかりその方の生活習慣を正すっていうことも大事ですし、もちろん痛みをその場で取るっていうことも大事ですけども、根本的な生活習慣をこう変えていくっていうのは、姿勢の指導だったりとか、ご自身でできるセルフケアの指導だったりとか、そういったところがすごく重要になってきますので、まあ、横浜市青葉区青葉台でですね、腰痛でお悩みの方はですね、まあ、そちらの知識だったり技術だったり全てのことをですね、渡辺先生にお伝えさせていただきましたので、頼っていただければと思います。はい、渡辺先生のですね、ホームページ下の説明欄に貼り付けさせていただきましたので、ぜひですね、ご覧になっていただければと思います。またですね、渡辺先生以外にもですね、全国の私の仲間の先生いらっしゃいますので、全国の KTR テクニックの認定員一覧というですね、ページも下に貼り付けておきますので、ご覧になっていただければと思います。はい、ということで今回はですね、私の治療技術セミナーの全課程を修了された先生がいらっしゃいましたので、紹介させていただきました。動画をご覧いただきありがとうございました。